実りの秋だ、川高だ。久しぶりにバナナを食べていてふと気がついた。皮を剥いていて気がついた。なんて実を大切にしている皮なんだろうと。バナナの皮の内側には白い綿のようなふわふわしたものがついている。中の実を守るためのクッションである。バナナの実はとても柔らかいから皮の裏にクッションをつけて傷がつかないように保護しているんだなと最初は思った。果物の皮は中の実を保護する役割を担っている。実の方はもっぱら実であることに専念すればよい専業主婦ならぬ専業実である。か弱い専業実を守るための皮としてバナナの皮は適切であろうか。内側は確かにクッションをつけて実に傷をつけないようにしているが、バナナの皮は表側も柔らかい。これでは昆虫などの外敵や台風の時の強風によって揺れる枝や葉などからか弱い実を守りきれないではないか。一方、スイカの皮はどうか。スイカの実もとても柔らかい。だがスイカの皮の表面はバナナの皮と比較にならないほど硬い。手でバンバン叩いても壊れないほど丈夫にできている。これはどう考えたらよいのだろうか。スイカの方は将来人間にスイカ割りという遊びで棒で叩かれることを予測して硬くしたという説もあることはある。バナナの方も将来人間に道において歩行者がそれを踏んで滑って転ぶのを見て楽しむという娯楽を与えるために全体を柔らかくしておいたという説があることはある。僕なんか本当にバナナの皮って踏んづけると滑って転ぶんだろうかと思ってバナナを食べるのを中断し、仕事場のマンションの廊下にバナナの皮を置き、踏んづけてみたら本当に滑って転んで痛い思いをした。これを誰かが見ていたら本当に楽しい思いをしたに違いない。そういう視点から考えればバナナの皮はあれで正解ということになる。まあしかしスイカの皮がバナナの皮と同じだったらとてもあの巨体は支えきれまい。それに持ち運ぶときブヨブヨしても運びづらい。持ち運んでいるときずるっと向けて落っこちる恐れもある。スイカ割りの時グニャグニャして叩きがいがないといったように、それぞれの果物の皮と実の関係はそれなりに妥当性があるようだ。それなりの言い分があるに違いないのだ。リンゴや梨や柿にはどういう言い分があるのだろうか。リンゴと梨と柿はナイフで皮を剥かないと食べられない。将来果物ナイフで果物を剥いて食べる文化が予想されたので、それに備えてああいう皮になったという説もあることはある。事実、果物界にリンゴと梨と柿が存在しなかったら、果物ナイフもまた存在しなかったに違いない。したがって、果物ナイフ業界も存在しなかったはずだ。リンゴと梨と柿は、果物ナイフ業界振興のためにああいう皮を考案したのだ。桃の皮はどう考えたらいいのだろう。あの皮はどう考えても実を守ろうとしているようには見えない。実の方も皮に頼るつもりはなく、人間の方に頼っているのが現状だ。人間に頼んであのふわふわしたネット状のものを作ってもらい、あれを皮代わりにして苦境をしのいでいる。事情筋によると契約関係がこじれているらしい。皮を甲とし実を乙とする請負契約書作成の段階に至って話がこじれたまま今日に至っているのだという。甲は乙の保護防衛警護に専念し、乙は甲の保護下において実の成長、育成に専念するというところに問題があったようだ。皮・実平等論や皮・実機械均等法などの問題が持ち上がり、ダブルインカムノーキッズを主張する者もおり、果たして実は必要かとか、実はいらない、皮だけでいいなどの論議がこじれたまま、
現在に至っているらしいのだ。パイナップルの皮はわけがわからない。あの複雑なゴワゴワ、ゴツゴツ、ボツボツに意味はあるのだろうか。スイカなんか単なるツルリンって十分やっていっているのだ。一個買ってきても食べるところは極めて少なく、ほとんど皮だ。パイナップルは皮の圧生下にある。桃は、オツの主張に甲がたじたじとなったが、パイナップルは甲が強い。桃は未だに揉めているが、パイナップルは甲の主張がことごとく通ってしまったのだ。おまけに甲は変人で、皮は芸術だとか、皮は爆発だなどと主張していた岡本太郎さんみたいな人らしい。